Yeah, yeah. Yeah, yeah. はい、どうもゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆さん、店長の高弘です。今回は、パーマをかけた後にどうしてシャンプーをしてはいけないのかっていう、まあ皆さんの素朴な疑問についてお答えしていこうかなと思います。まあ皆さん、まあ僕らバーバーサロンだったり美容院だったり、まあいろんなとこ行くと、パーマをかけた後、パーマももちろんだしストレートパーマももちろんそうなんですけども、担当のスタイリストさんに、あ、今日はシャンプー控えてくださいねとか、まあなるべくシャンプーは、少ない方がいいですよって言われたことがあると思うんですよね。じゃあわかりましたって皆さんね答えてると思うんですけども、なんでいけないのって皆さん思ったことあると思うんですよ。まあ髪に良くないからっていうねことだと思うんですけども、パーマを取りやすいから、なんで取りやすいのかっていうところですね。はい。でまあここでね、まあいろいろこのね、あのパーマ液をね、あのかけてやるとシスチン結合がとか、いろいろなんかこう横文字いろいろあるんですよ。でもそれここで言っても皆さん多分眠くなるだけだと思うんで、あのねチャンネルもペッて変えちゃったりとか、まあそういうのじゃなくて、まあ分かりやすく、まあこんな感じでっていうところですね。大体の感じをお伝えしていこうかなと思います。はい。でで、まあパーマをかけたて、ストレートパーマをかけたて、パーマをかけたてに、シャンプーですね。パーマをかけた後に、シャンプーをするとどうなってしまうのかってことですね。はい。でパーマをかけた時って、髪の毛っていうのの髪の毛の pH っていうのは、アルカリに傾いてるんですよ。はい。でパーマ液っていうのは、あの強アルカリなんです。はい。で、強アルカリのものっていうのは基本的には我々の体内には存在してなくて、よく皆さん、肌は弱酸性がいいですよとか、なんかそういう CM とかね、あの見たことあると思うんですけども、髪の毛も基本健康な髪っていうのは pH が弱酸性なんですよ。はい。 5.5 から大体 6.0 ぐらいなんです。感じで、弱酸性がいいんですけども、まあ、その弱酸性に強アルカリなもののパーマ液をですね、こうロットを使って巻いて液をかけることによって、pH も変えて、でそして一気にその形にね薬の力を使って切り替える。で切り替えて、2液っていうものをかけて、で固定させて終わりになるんですけども、その結局ですね、形はそれでねパーマをかけましたってなんですけども、髪のペーハーっていうのは弱酸性からアルカリに傾いたままなんですよ。はい。でこのアルカリに傾いてしまった毛ってのは非常にダメージを受けやすい毛になってしまうんですね。キューティクルが剥がれやすかったりとか、そういう不安定な状態にパーマをかけた後はなってるんですよ。じゃあその不安定な状態っていうのはだいたい1週間かけて弱酸性に戻っていきます。結構長い期間かけますよね。はい。なんで厳密に言うと1週間パーマをかけた後に1週間シャンプーしないとめちゃめちゃパーマの持ちいいです。はい。なんですけども、それってあの現代社会では不可能じゃないですか。1週間髪洗わないってまあ匂い出ますよね、どう考えても。はい。絶対にかっこいい男でも可愛い女の子でも、1週間髪洗わなかったら絶対に臭いはず。はい。なんでまあそういうね、まあ自分引きこもりだからとか、1週間人と会わない自信があるしとか、まあ、山にこもってるとか、あとは、まあ、俺匂い出しても別に気にしないしっていう人であれば、別にね1週間パーマかけた後に、洗わなくてもねいいと思うんですけども、まあそれは不可能ですよね。なんで、まあ、僕らは最低ね、まあなるべくなら24時間1日開けてほしいっていう風には言ってるんですけども、なるべくなら本当は、なるべくシャンプーはしない方がいいです。はい。でトリートメントとかお湯で流したりとかはまだ
OK なんですけども、そのシャンプーに含まれてるこちらのね界面活性剤、要はペーハーがある限りっていうものに関しては、髪の毛のね、その元に戻っていこうっていうのを遅めてしまうものになるんで、なるべくならシャンプー控えてください。はい、で結構美容師会の通説として、48時間、要は2日間です48時間、シャンプーをしないと、パーマをかけた後ですね、非常に持ちが良くなるというふうに言われています。はい、なので、もしね、2日間俺は頭を洗えないぞって、パーマを持たせるんだっていうね気合がある人は、2日間洗わないです。はい、ただね、シャワーで流してトリートメントは OK なんで、変な話すごい汗をかく夏の暑場じゃなくて、冬場だったらもしかしたらいけるかなっていう風に僕は思います。はい、でパーマのね、まあ、シャンプー今回はしたらダメだよっていうお話なんですけども、他にもご法度なことはあって、ですね、僕の中で3つあります。パーマをした後絶対やっちゃいけないっていうか、やっちゃダメな場所。はい、まず1、海です。海は最悪、もう最強です本当に。なぜかっていうと、海の海水っていうのはpHが弱アルカリなんですよ。で海水につけるイコールアルカリからせっかく酸性に戻そう、弱酸性に戻そうとしてる髪をまたアルカリに戻っちゃうんですね。そして海の中には、プランクトンだったりいろんな不純物もいっぱいあるんですよ。それが髪の毛に当たることによって、キューティクルが剥がれやすくなる。そして一番最悪なのは紫外線です。はい、海水のそのアルカリにさらに戻しちゃうのと紫外線のダブルダメージ、紫外線に当たるともう髪の毛ってめちゃめちゃ痛むんですよ。はい、なのでその2点ダブルパンチがあるので、僕は海はまずはパーマをかけた後にね絶対に行っちゃいます。夏場ね、特にパーマをかけてこれからどこ行くの、海行くんですよ、もう最悪やめてよみたいな感じになっちゃいます。あともう一個ダメな場所、海と一緒でプールもダメです。はい、プールはプールを消毒するために塩素を使ってます。塩素ってのもアルカリなんですよ。はい、変な話キッチンハイターと一緒ですよ。匂い似てますよね。ハイターみたいなのをなるべく薄めて体に無害にした、無害っていうかなるべく害をないようにしたやつがプールなんで、そういう部分では髪をねまた弱酸性に戻してるものを引き戻してしまう、アルカリに。だからパーマの持ちっていうのが良くない、悪くなる。はい、よくねプールに、プールあの水泳選手とかプールやってる人って髪の毛なんか茶色になっちゃうんですよねって言いますよね。はい、海もそうです。サーファーってなんか髪ゴサゴサしてるし、なんかこう髪茶色くなってないですかみたいな、それは全部その点がダメージ当たってるからですね。でもう最後の3つ目、温泉もね髪につながるダメです。はい、温泉もですね基本的には、アルカリなんですよ。はい、秋田にある玉川温泉なんかも強アルカリですよね。はいはい、あ強アルカリ、あれは酸性か、あれは酸性です、すみません間違えました。でも基本的に温泉って硫黄の匂いがしてもう強アルカリなんですね。はい、なんでね、肌にはもちろんいいかもしれないですよね、体も温まるし、でも髪の毛につけることによってまたね弱酸性にパーマかけたと戻してるって髪を温泉かけることによってアルカリに切り替えてアルカリに戻っちゃう、そうするとパーマが取れやすくなるっていうことになるんで、ね、パーマをかけた後、ストレートパーマをかけた後はまずはシャンプー、なるべく抑える、そして海、プール、温泉にはなるべく行かないようにするっていうところが、ポイントになってきます。はい、まあ、今日はこんな形で、パーマをするとなぜシャンプーはその後いけないのかっていうことについてお話しさせていただきました。はい、まあね、こういう形でですね、どんどん動画をですね、皆さんのね素朴な疑問ね配信していこうかなと思います。はい、まあ、よかったらチャンネル登録と高評価、コメントもですねよろしくお願いします。それではまた皆さん、バイバイ。自分語りするほどに目の前には別人、リル MC 尋ね人いつこいつもわずのめり込む、優柔不断遅出しじゃんけん、パイプドリーム聞いた中に今大人になってる、含み笑いまた一つ俺は上がりに行く、保証はない本能。